the actress whose voice you will be able to hear in a few minutes, Nanoka Hara. The director, Makoto Shinkai. Thank you for watching Suzume, everyone. So it's my pleasure. Thank you. Thank you. Thank you.皆さんがご存知かどうかわかりませんが、この物語は12年前に日本で起きた東日本大震災という大きな地震を物語のベースにしています。12年前にまだ5歳だったスズメはあの時同じような境遇の多くの日本人がいたんですが、まあ親戚に引き取られて被災地から遠く離れた九州西の方まで引っ越して、そこでおばに育てられました。皆さんにできれば知っておいてほしいことがあります。スズメが後半芹沢という男の車に乗って、赤いスポーツカーに乗って故郷に向かっていきますよね。あの時誰も人が住んでいない街の中を車は通ります。あれは現在の日本に現実にある風景です。なぜ人が住んでいないかというと、今でも放射能があるからです。福島第一原発のメルトダウンによって人が帰れないエリアが12年経ってもいまだに故郷に帰れない人々が日本にはたくさんいます。あるいはスズメが最後ゲートに飛び込みますよね。後ろ手に飛び込んでエバーアフター常世に入ります。あの時街が燃えています。なぜ街が燃えているかお分かりになるでしょうか。地震が起きて、その後津波が東日本、東北を襲って、津波で街がさらわれた後に、プロパンガスや、ガソリンが爆発して街が燃えたんです。エバーアフター常世の中で街が燃えているのは、今でもスズメの心の中で街が燃えているからだと思って、あのシーンを描きました。あるいはなぜたくさんの船が建物の上に乗っていたか、そういう映像を作ったかお分かりになるでしょうか。あれは津波で船が建物の上に乗ってしまったからなんですよね。あのような風景が12年前、日本にありました。そのことをできれば「すずめ」という映画を、エンターテインメント映画を、笑いながら楽しんでいただける中で、でも少しだけ皆さんに知っていただきたくて、僕は今日この場に来ました。どんな大きな災害があっても、その後人は笑いながら成長していきます。ですので今日皆さんにたくさん笑いながらすずめを見ていただけたことが、僕にはとても幸せでした。本当にありがとうございました。So I'm very happy.